はい、皆さんこんにちは、言いたい放題さんです。はい、今日ね、ちょっと危険なんだな、話題がな。俺さ、危険な話題言っちゃいそうで困っちゃってるんだけど、あの、実はね、やっぱり世界の国との付き合い方で言いたい放題したい。いろんな国ね、うん、だから一カ国を攻撃してるように思っちゃうかもしれないけど、そうじゃなくて、うん、やっぱり俺さ、ちょっと考えない。例えば韓国がね、うん、なんか対馬かなんかに上陸して、まあ、対馬に韓国がいっぱいいんだけど、それで対馬で日照旗をみんな破いて焼いて太極拳やって、対馬は、ね、韓国の領土だってやったとかね、めちゃめちゃ喧嘩売ってる。例えばさ、あのイスラムだとすると、イスラムのペルシャ、ね、あのペルシャ王国と言われてるあのイランね、あそこに安倍さんが行った時のみんなのね、対応にしてもそうだし、アラブとペルシャは違うんだよって話、世界の国とのいろんなね付き合い方について言いたい方出したり、これは別に反何々ではありません、ね、もちろん中国も台湾も全部含めていきましょう。よろしいでしょうか。はい、それでは言いたい放題チャンネル。最近アメリカが台湾を認めてくれる、うん、国として認める、うん、いいね。あのね、これね、決定したのかな、なんか分かんないんだけど、アメリカの方で台湾をちゃんとして国として認めるってことで大使館を置いて、これさ、いいね、絶対中国の反発すごいと思わない、うん、だろうけどね、うん、だけどしょうがないじゃん。中国が台湾を通るって言っちゃってる以上は、うん、要するにアメリカが、台湾に対して軍事的な物資もいっぱい送り込んでるわけで、ね、うん、それがさ、中国のものになるとまずいんだよ、うん、ね、だからはっきり言って台湾を守るしかないわけ、うん、で昔からそうなんだよ。台湾をやろうとすると、あのアメリカの船は、ね、変な話だけど、そのさ、南シナ海とかさ、台湾海峡のところにいっぱいあの船を出して守りに行ってる、うん、で、すごく分かりやすいことっていうのは、はっきり言ってさ、今日本とアメリカは、あの日本の空母ね、あの、うん、になる出雲と、うん、アメリカのロナルド・レーガンとかいうのってさ、共同訓練始めてる。それも南シナ海で。いいね、うん、これあんまりね、話題にならないけど、うん、南シナ海ってどういうことかって言ったら、東シナ海じゃないんだよ、うん、結局フィリピンとかいうところの領土、フィリピンは中国と、あの中国の船に沈められたのかな、漁船が、うん、あ、そうなんだ。これであの謝罪を吐き出して断交すると、もうだからフィリピンと中国もダメ、うん、結論的には対中国のために包囲網が韓国以外で全部行われているってこと。いいね、これも分かりやすいんだよ。素晴らしい、うん、だからいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱり中国ってのは、うん、あの中国の言い分があるんだよね、うん、だから言い分の中で昔の日本が中国に派遣した時の言い分と同じようなことをしてて、それは世界はそれはあの許したくないの。簡単に言えば、うん、いいとか悪いじゃないの、うん、だから中国は相当の意味で苦しめられて、アメリカ、まあ、でかい国だからいろいろやりようがあるんだけど、うん、やっぱりあの、あと大陸つながりがあるからね、だからアメリカからそういう意味ではいろんな意味 の、 あのなんだ攻撃をされる。攻撃ってのは経済攻撃に含めて、うん、だからやっぱり中国はね、どんなに経済が狂ったって末端が困るだけで中国の政府は困らないんだ。そうだろうね、うん、だからそんなことも含めてね、やっぱ中国の習近平体制で、ね、共産党体制だから、習近平ははっきり言ってさ、よほど内部に強いものが出ない限りはさ、排出されることはないんだけどね、暗殺とかあるかもしれないけど、まあそれがね、今の情勢なんですよ、でアラブなんかもそうでさ、あのイランとあの日本はすごくいいんだよ、昔からね。で戦争の時からずっと良くて、イランと日本って同盟国みたいな感じで、だから今でもイラン人がいっぱいいるわけだ、日本に。仲いいよね。ところが、うん、アメリカはずっと仲悪いってこと分かんなきゃいけない、仕方ないな、歴史的にそれは。だってイラン・イラク戦争の時にイラク側にアメリカがついて、うん、イラン側にソ連がついたんだから、どうしようもないんだよ、うん、ね、それ で、 で現在はって言ったら、アメリカは変な話だけどサウジアラビアにすごく肩入れしてるわけだな、うん、同盟国 で、 でサウジに武器を売ってるのに、あのイランはそのサウジで揉めてるわけだ、うん、だから何かあると、ニュースはね、アメリカのこと言いながらね、いろんなこと悪く言いながらさ、あのイランを攻撃するようなニュースが書いてあると、もうとにかくね、もう本当になんていうの、あの尻が甘いから、ね、日本のねニュースってのは、うん、尻が甘いって変な言い方だな、うん、だから平和ってことを考えたときに、まず重要な問題ね、平和が、我々は平和な国だから、そうでしょ、うん、我々平和な国だよね、だから平和であってほしいし、平和のことをそのまま続いてほしいと思ってるの、わ、うん、かりやすく言うとね、うん、だから憲法9条があるから平和なんてさ、そんなさ、あの 夢物語みたいなものをそれなんだよ、だからこんなん関係ない。だったら憲法9条があるね、その日本に、なぜ日本のタンカーがあの攻撃されるの、うん、憲法9条あるとタンカーは攻撃されるわけねえじゃんよ。日本だけが持っててもしょうがなくて、世界のみんなが、ね、他の国に持ってて、それを持ってくれるんならいいけど、うん、日本だけが持ってたってしょうがない、ね、だからそんなのさ、ありえないさ、もう夢物語であることは事実なんだな、うん、あの憲法とかさ、9条とかそういうのが、うん、で日本はとにかくそんなこと言ったって、やっぱりあのこれだけ大きい国だから、狙いたい国がいっぱいあるんだよ、
ね、だからこれは俺も何度も言ってるけど、中国の共産党の幹部たちと話した時も、ね、あの日本はもともと中国の領土だから半分は日本自治区に残してやるからってはっきり言われてるんだよ。勝手にね、うん、勝手に中国のものとか、日中友好議連の当時の会長、女性だってさ、うん、中国やオーストラリアも中国のものだとか言っちゃってる。そうそう、みんなそうだよ。なんだかね、だからこれは中国は一回さ大きな急を据えられなきゃいけなくなってきて、ね、それは政権交代、政府をさ倒すことになっちゃう。北朝鮮じゃないってこともまず分からないよね、うん、北朝鮮はおとなしいよね。そうだからこれはね、またね言うとね、元問題になっちゃう可能性あるんだけど、北朝鮮の拉致被害者だって、うん、落としどころがない限り話もできないですよ。北朝鮮だから日本に話す必要ない、うん、それなのに北朝鮮は日本の支援を受けたがってると大嘘を作るでしょ、うん、あれ164カ国との国交があるんだよ、うん、ね、で変な話だけど、貧困率考えたら北朝鮮と、うん、あの中国を比べたら中国の全然貧困率高いし、ね、韓国の貧困率ってすごいんだよ、うん、報道されないだけで。そう、韓国の貧困率のひどさ、そんなひどいね、ひどいひどいひどい、もう要するに中流階級崩壊ぐらいのことから、韓国はもともとすごい、うん、だから北朝鮮は共産主義国家だから、うん、あの独裁主義じゃない、共産主義国家だから、うん、そのもとにちゃんと食い物が出てる、うん、でもう田園風もねすごくしっかりとしてて、うん、あれで何を言うんだろうって、やっぱそれだけ嘘プロパガンダ多いなって、ね、というか日本ってさ北朝鮮だけがすごい悪者みたいな扱ってるけど、うん、そうじゃないでしょって、ね、そうでね、まあこれも何度も言うけど本題だから言うけど、変な話さ、例えばアラブ諸国っていうのは平和っていう言葉は悪い言葉だからね、うんうん、だから日本人が戦争って言うと戦争悪いよねっていうのと、平和悪いよねっていうの、これがアラブ人だから、やっぱアラブの人たちはその場で仕返しをする民族だから、うん、やられてやられっぱなしじゃいけないんだよね。そうだよ、うん、だから本当にすごい苦労してきて、何千年もあそこ苦労してきてる人たちだから、うん、それでヨーロッパにねいいようにやられ続けてるから、そうそう、だから平和っていうことはこれだけ蹂躙されたアラブをそのままの状態で維持することだから、うん、悪いことだってことなんだね。だからそんなのがキリスト教みたいにさ、うまくいくわけないじゃん、でも考えたって。しかもそのね、うん、何千年も繰り返してる恨みをまだ晴らせてないから、全然晴らせてない、うん、だから今も未だにテロやったりとか仕返しが晴れてないんだよね。だからね、アメリカのテロの話するじゃん、よくさ、うん、ツインタワー壊されたね、ずいぶん前 9.11 の話をすると、その時どう思いましたって、ああいうのはいけないでしょ、いやすっきりしたってね、ね、ああすっきりしましたってね、まだまだ足らないと、うん、だからそれが当たり前なんだったら、ね、こことどうやって平和の話をするかって、うん、だからなんでじゃあね、アラブのさ、例えばサウジとかああいうところと強権なねイスラムとうまくいってるかって言ったら、アメリカが要するにさ、資金提供とかそういうのをして国を豊かにしてるからでしょ、うん、だから豊かにしてる国は別にどうでもいいんだ、王様が頑張ってて宗教はうまいこと使って、だって宗教家かなって言ってるさアラブの人たちもさ、はっきり言って俺タイ行った時にオカマ買ってね、絶対死刑罪に戻ったら、それでエジプトでカジノやってんだよみんな、うんうん、でここはねだって考えてくれよ、だって太陽が照ってないんだから神様いないって、アミルも言ってたよね、言ってた、言ってた、ここまで神様来ないから大丈夫って言って、うん、イスラムのやつらって結構そういうやつ多いんだよ、うん、だけどじゃあ対キリスト教の話になったら、アミルとユダヤ人のデビッド・ミンキンが帰るって、今度は殺し合いだねって言ったら帰るわけ、うん、で握手しようとすると握手はダメ、握手なんて悪いことだから、だからエジプト行った時にエジプトのムスタファってやつがさ、突然奥さんがね真っ暗にして全部消してベールかぶって出てきて、ベールパッと何が始まるんだと思ったら手差し合った握手、うん、どうぞ握手できるんだぞ、うちの妖怪すごいだろうと、これが要するに実際のアラブなんね。だからみんな俺思うんだけどさ、大高美樹さんとかいうさジャーナリストたちが本当に言ってるけど、うん、そうね、大半のジャーナリストが言ってない、もうそれこそなんだっけ池上彰代表されるようにそうそう、超デタラメ、何もしねえんだよあいつ、デタラメ、人はなんかウィキペディア級の知識だよね、本当にひどいもんだね、うん、だから知らない奴らが偉そうなことをしてるってことが事実ね、うん、だから本当に行けばわかる、うん、だから行けばわかるんだけど、やっぱりフェイスブックでさ俺たちと一緒に書いてるね人たちも行かないのに書いてるやつが多いわけ、うん、人の知識でこの本で読んだとかさ、誰が言った、これじゃあダメでしょう、ね、うん、だから言いたい放題で本当にね強く言いたいことってのは世界は平和に簡単になりません、ね、だから憲法9条じゃダメですよ、価値観が全然違う人たちが生きてるから、うん、それは無理だよね、こっちに、なんでアメリカがさ北朝鮮攻められないの、簡単でしょ、だって核散ミサイル積んださ潜水艦がグアムとかさハワイの沖縄に動いてるからね、わ、うん、かりやすい話だよ、ね、だから結局日本も核持てば大丈夫なの、そうだよね、わかりやすいことだよ、うん、だから一般のねやつの防御だけなんて言ってることはいけない、だから戦争がいけないとか負けたからいけないんだよ、うん、もう負けないぞが正しいんだよ、
ね、だから戦争自体っていうのは今まで否定したって今の国でもどこだってテロも含めて戦争で起きてるわけだから、うん、一概に否定しちゃいけない、うん、攻めてくる人たちに言ってほしいね、戦争がいけないとか、うん、日本が言ってくれる、最低限ね、自分たちがね、やっぱり攻撃されない、うん、自分の仲間たちが攻撃されたいに作んなきゃいけない、勝利憲法と同じだ、その考え方、うん、ね、だからやっぱり俺勝利憲法をずっとやってたから分かるけど、俺に喧嘩売りたくないよ、うんうん、だってさ、じゃあ試合やろうったって勝利憲法試合なら俺たちは目をつくことと金玉蹴ることがさ、正しい武術の方法として入ってるの、勝利憲法でしょ、うん、まず目をついて相手の目をくらくましてから技をかける、で相手を殺すんではなくて、やっぱり完全にね、要するに、あ、時間だ、さよなら、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。